今学校そのものも休校期間に入っていますので、まあ、全く活動ができていない、まあ、チームとしてですねできていない、そういう状況ですね。まあそれぞれに、まあ、メニューを与えたりはしてますけれども、まあ、本人たちの自主的な部分に期待をして、まあ、一刻も早く再開できるような状況になってほしいなというのは正直なところですね。まあ、最低限のね、こう体よりコンタクトを伴う部分がありますから、最低限のフィットネスであったり、まあ、ウェイトトレーニングを含めたトレーニングができてないと、やっぱり再開してからの怪我のリスクが多くなりますのでね、ベーシックなメニューだけは与えて、でそれがいろいろと報告させられるようにはしてあります。先が見えなくて目標がなかなか立てられない、計画が立てられないということの方が大変かもしれないですね。そうですね、基本的に、まあ、こういったのなんですけれども、例えば時間的なものとか施設、グラウンドとかで恵まれているとは決して言えないと思います。ですから短い時間でしっかりと目的意識と集中力を持って、どれだけ短時間の間に取り組めるか、そこの精度、姿勢をどれだけ作れるかっていうところが一番のポイントになるかなというふうに思います。与えられたメニューなりにどうやってどれだけ自分たちで主体的に取り組めるか、まあ、どうやって自分たちできついことに取り組めるか、痛いことに取り組めるか、そういう環境を作ってあげていきたいなとは思ってます。そうですね、もう若かった頃はとにかく一緒に走って動いて、まあ、なんでできないんだろうって思うようなところはあったんですけども、やはりある程度年を重ねてきて、やはりこういかに自分たちでこう考えて取り組めるかっていうところですね、そこは常に問いかけているところはあると思います。やはり冗談半分でいつもバカでもできるやバカでは勝てないよって言ってるように、こうただ闇雲にやるのではなくて、こう意味をちゃんと考えて、で自分から工夫ができるようなそういう選手に育ってほしいなと思いますね、はい。若い頃と今とではどう変わってますか？そうですね、まあ、その時その時にいろいろ考えながらこう工夫したりしているんですけども、まあ見守るというか、こう生徒の変化を見逃さないようにしようというのは今すごく意識をしているところだと思います。人数も多いですから、誰でも試合に出たいと思いますし、頑張ってアピールしたいとかっていうようなところっていうのはあると思うんですね。試合になればみんな一生懸命張り切ってやるとは思うんですけども、逆に普段の練習の中でですね、本人たちの変化をできるだけ見逃さないようにしたいな、そういうには心がけるようには今なっていると思います。ですからそれが調子の良し悪しであるのか、メンタルの浮き沈みであるのか、そういった部分がどうしても個人の問題では済まないところがやっぱりラグビーの難しいところだと思いますので、まあ、厳しい言い方すると、もしチームの足を引っ張るような状況にあるのであれば叱責するかもしれませんし、練習を停止させるかもしれません。それが逆にいいふうに出るのであれば、そこはぜひ声かけをしてあげていきたいかな。でもなかなかこういうふうなこと言いながら褒めるのはうまくいかないですね文句の方が多くなっちゃうのが、こう反省しなきゃいけないところかもしれないですけども、できるだけこう自分たちの力が出せるようなそういう方向に持っていきたいなというふうには心がけているつもりです。年齢が違いますし、やっぱ特に中学生の方が学年の中での能力差、または学年ごとの能力差、これ非常に大きいので、同じ練習がなかなか同時にできないとか混ざってできないっていう部分では、中学生を相手にする時の方がよりこう練習のメニューは単純化して、その分目を光らせるっていうことの方が多くなります。まあ、高校生になりますとある程度
経験も踏まえて、まあ、またはやっぱりリーダーがしっかりしてきますので、そういったある程度主体的な部分を踏まえてという部分で大きく違うところがあると思いますね。中学生の方がこま目に見て手をかけてあげないとうまくいかないっていうか、まあ、全て安全面ということにつながってきますので、中学生でも3年生の大きい子はもう90キロ100キロの子もいれば30キロぐらいの子もいますので、まあ、その辺はもう本当にこう中学校の中でチームが3つぐらいあるぐらいな、そういうつもりで見ていかなきゃいけないのかな。で、まあ、時期によって試合が近い時とか試合がない時とかによっては上級生か下級生をこう面倒見るとかいうことで、こう教えることによってこう自分の持っているものをアウトプットさせながらまた自分のことに戻ってくるような、そういうサイクルは中学でも作りたいと思います、と思ってますし、まあ、中学と高校を合わせること で例えば高校生から中学生が教わることで相互に刺激を与えられるとかいうことは考えてやってるので、そういった点では近くにこう6学年見るというメリットはそこにあるのかなとは思いますね。はい、そうですね。でも学校の教育方針とかいろいろあるかもしれないですけれども、基本的にラグビーに限らずスポーツっていうのは理不尽なものだと僕は思ってるんですね。こう嫌なこときついことの方がまず前提にあって、それをどう乗り越えていくか、特にそこの中でラグビーでこうぶつかること、痛いことっていうところから逃げることはできませんし、逃げる人間はやはり信用できませんので、そういった中でのこう人間形成ですとか仲間作りですとか、そういったようなところっていうのは最終的に必ず到達していくものだと思うので、そういった意味でのこう人間関係を含めたこういい選手っていうよりもいいチームになってほしいなっていうのはありますね。結果的にはプレーを通して身についていくことだと思うんですけども、最終的にはやはり他の競技でやっぱちょっと違う部分っていうのはあるので、こう人のために進んでいたいことができる、進んで嫌なことができる、でそうすることが結果的にこう仲間やチームに還元されて自分自身の評価につながる、そういうことは覚えていってほしいと思いますね。自己犠牲の精神ってラグビーでなんか聞くんですけど、はい、今そういうことって、そうですね、まず自分ではなくてまずチームですよね。まあ、よくワオールオフロアワンという言葉で言われますけども、いろいろ言われます。まず先にやっぱワンフォアオールなんですね。まず自分がチームのためにみんなのために、これが先に来るというふうには思いますので、まずみんなが自分のために何かしてよっていうふうに与えてもらうのを待つのではなくて、自分から周りに何かしていける、与えていけるような、それが少しでもこうプラスになるような、そういった部分っていうのは、これは生活面でもそうでしょうし、それはもちろんプレーでもそうでしょうし、ですから最初に一番に痛いプレーをしに行く選手っていうのは頼りになりますし、黙っていても頼りにされる、そういう選手にみんながなってくれると嬉しいですよね。